佐久間俊直は、日本のタレント、幼児教育の教育者。北海道出身。小児回死志望だったが、歌の絵本に2代目体操のお兄さん。1963年10月から1967年3月の3年半、体操、おもちゃのラッパを担当。1966年、歌の絵本に出演する傍ら、ママと遊ぼう。ピンポンパンの、 初代お兄さんとしても活動。1967年4月からは、お母さんと一緒で始まった外へ飛び出した、野外ロケコーナー、手をつなごうにも出演していた。この番組は1976年3月まで続いた。その他、テレビ東京、お話した待て箱人形制作、人形劇作家の内山す子らと、子供の生活と遊び研究室を持っていて、 幼稚園の遊び担当理事、ほぼ学生たちとのゼミやカルチャースクールで講師として務めていた。また、茨城県において、約20年間、知的障害者の運動会で総合司会を担当し、亡くなる前年に茨城県知事より表彰を受けるなど、その話術は、知的障害者のみならず多くの参加者の心に、温かく響く司会進行であった。虹あり、ありがとうございます。